カラビナ98クルツはナチスドイツで開発されたボルトアクション式小銃である。帝政時代に正式採用された不標銃ゲベール98から派生した機兵銃型の一つで1935年6月正式採用後1945年まで生産された。そのため第二次大戦を通じドイツ国防軍の正式小銃として採用 武装親衛隊などでも運用された。ドイツ以外の国でも広く使用されたほか、第二次大戦後もドイツをはじめ各国で使用され続けた。現在でも議場銃として使われている。メディアを再生する1943年にアメリカ陸軍が作成した路角火器の取り扱いに関する教育映画の抜粋。軽ル98キロの基本的な取り扱いを 実演している。カル98キロは通称であり、当時の群ニュアル等によれば正式名称は、カラビナ98キロで、略称は、計98キロである。カラビナは、騎兵銃を意味し、98は、母体の具98が、正式採用された1898年を示す。末尾の計はクルズ短いを意味し、全体として、 1898年式の短型機兵銃たるを示している。アメリカのカービン銃のカービンは、このカラビナーと同意である。機兵は、馬上射撃が求められるので、取り回しのしやすさから、短めの前兆、また、背負った場合の安定性から不側が、銃側面に存在すること等が、機兵銃の形状の特徴となっている。これが転じて、後のドイツでは、 不側が、銃側面につく小銃をカラビナと呼ぶことにもなっている。合計 7.92mm、相談数5発のボルトアクション式ライフルである。正式採用時点で、アメリカやソビエト連邦等では、半自動小銃の実用化が進められており、すでに旧式化しつつあったが、命中精度や安全装置の設計に優れ。 高い信頼性や生産性から1945年終戦まで生産が続けられた。生産は開発者モーゼル社の2つの工場のほか国内複数の重機メーカーと占領下の国外重機工場まで動員して行われ、総生産数は1100万兆を超える。精度の高い個体は4から6倍程度の望遠症準鏡との組み合わせで、狙撃銃としても、 威力を発揮し、戦争末期における、ドイツ狙撃兵は前進する、連合国兵士の脅威となった。G98 の文字通りの騎兵銃型カル98は、1900年頃から、開発が開始された。当初の重心長は4 3 5ミ、mm、リメートルで、反動や、重厚円などが不適であったため、1907年に、 完成した最終モデルの重心長は5 9 0ト、mm、ルとなった。これはカル 98AG と呼ばれたが、後のバイマル時代に、後術のカル98ビットと区別するため、カル 98A と呼ばれるようになり、今日に至っている。カル 98A の全長は、重心長6 0 0、mm、トルであるカル98キロと、ほぼ同じであり、 側面の不側や曲げられたボルトハンドル等似た特徴もある一方、重工近くから機関部薬室付近まで覆う機器や特徴的な左重用金具等と異なる点も多く有していた。軽る98キロのボルトアクション部分第一次世界大戦の敗戦とともにドイツにはベルサイユ条約により軍事的にも厳しい規制が課されることとなった。 その下で、新生バイマル共和国陸軍は、当初第一次世界大戦より残された、G98 やカル98を使用したが、重機の経年劣化によるメンテナンス像に際して、規格の統一化を図るため、1920年代、初頭に、G98 に、いくつかの改良を加えて、カル98ビット、カラビナ98ビットとして採用した。 カル98ビットは、重心長が、グ98と同じ 740mm であったが、不側が、側面に付けられたことからカラビナと呼ばれた。また、ほとんどのカル98ビットは既存のグ98を改造したものであった。第一次世界大戦後、世界の主力小銃の中心はそれまでの超重心から、単重心へと移りつつあった。 1920年代前半には、チェコスロバキアやベルギーでは単重心のモーゼル式小銃を開発、多数を輸出するようになっていた。モーゼル社は、これに対抗すべく重心長 600mm のモーゼルスタンダードモデル1924を開発した。本銃は、まさに具98の単重心版というもので、重心長や改良された消耗を除き、 重下側の負側や直線上のボルトハンドル等は G98 と同様であった。ベルサイユ条約の制約により、モーゼル社は本銃を未完成の部品として輸出し、スイスで組み立てを行った。1933年、モーゼル社ではスタンダードモデルにさらなる改良を施した。これが社内記録にドイツ優勢商用小銃として残るものである。 本銃は、郵政省の財産を、強盗や暴動から守るという名目で発注されたが、実質的には、ドイツ再軍備への下準備に他ならなかった。その外見は、木製ストックに、差し掛け用の溝があることや、リアバンドの固定金具の形状、機関部等の刻印が異なる以外は、狩る98キロとほぼ同一であり、まさにその前身と言えるものであった。 1944年フランスで撮影された、ドイツ空軍の高架量兵。小銃的弾頭射器付きのカル98キロを持つ、A ジャケンクロール射精民間用、アジャック 4X90 スコープ付けカル98キロ。ロシア戦線で撮影。 戦術した通りカル98キロの正式採用は1935年6月で6月21日発行の陸軍法に6月14日付形告示として記載されている。しかしながら実際の生産は1934年にすでに開始されている。そのメーカーはモーゼル社のほかザウエル社の2社である。その後製造メーカーの数は増え続け、 途中製造を中止するメーカーもあったものの、1934年から1945年まで、総合計8社10工場において、カル98キロの生産が行われた。その生産は、ドイツ国内に限らず、占領下のオーストリアやチェコスロバキアにおいても、行われた。カル98キロの総生産数は、戦火や、 戦後の混乱で記録が失われていたり、また相互に矛盾する記録が存在することなどもあり、正確な数値は不明である。そのため、様々な推計値が存在するが、その一つとして、米国のコレクターを中心に行われた、銃に刻印された、シリアルナンバーからの推計値がある。ドイツの消火器類は一定のルールに基づいて、シリアルナンバーが刻印されている。 現存するものについて、これをメーカーごとに詳細に記録し、集計することでその総数を推計する方法である。その最新結果によれば、カル98キロは1934年から1945年までで、総数1136万7893兆生産されたとのことである。ただし、 カル98キロはメーカー工場で生産されたものだけが全てではない。残された G98 やカル98ビットの部品に新たにメーカー工場から供給された部品を組み合わせて核軍艦区の兵艦部等で製造されたものも存在する。これらは蒸気数値には含まれていないことになる。カル98キロのボルトアクションメカニズムは 元祖の具98時代から基本的に変わっていない。またその形態も軽98キロとして採用された当初から終戦まで大きな変更はないが戦火が激しくなるにつれて当初は削り出し加工であった部品がプレス加工になると細かなバリエーションが存在する。また1944年からはクリッグスモデルと呼ばれる。 戦時省力型の生産も開始されている。その一番の特徴は着剣装置や重傷状のボルト分解用金具の廃止である。狙撃銃として使用されたカル98キロは選抜された特に精度の高い個体が一部メーカーの工場または軍の兵舘部において改造されたものである。これらには多種多様な光学照準機及び 装着器具が使用されたが、特にスコープに着目すると次の3つに対別できる。民間用スコープ ZF41、GWZF4 ブルノ VZ24M1908、34G33、40。山岳地での使用に適するよう、重傷後部が金属板で補強されている。チェコスロバキアのブルノ社では、戦前から、モーゼル式小銃。 VZ24 や、その単重新型の VZ33 等を製造していたが、ドイツによる占領とともに、それらは細部を、カル98キロに類似させた、ドイツ型に修正して製造されるようになり、それぞれ G、G24、G33、40と呼称された。特に G33、40は、山岳部隊仕様とされたが、いずれも1942年には、 生産が終了し、翌年以降、ブルノ社の二つの工場における、小銃生産は、カル98キロに一本化されることとなった。第一次世界大戦後、ベルギーの FN 社で、グ98を改良し生産したモーゼル式小銃。中南米諸国や中華民国などに輸出された。中性式不槍式関与88式不りは、国民革命軍の主力小銃として、 県軍当初より運用され続けていたが、1928年に中国国民党による北伐が完了した時点で、すでに道銃の原型である具88の製造開始から40年近くが経過しており、軍用小銃としての陳腐化が進んでいた。中世式府やりは旧式化した関与88、式府やりを更新するため、1935年に、 具98以降のドイツ製モーゼル式小銃を模倣する形で開発され、同年より製造と配備が開始された。オリジナルのドイツ製モーゼル式小銃とは、交換の形状や追い革の取り付け位置が異なるなど、設計が一部改変されている。1937年の日中戦争勃発後、中性式不りを製造する一部の交渉が、 侵攻してきた日本軍によって占領されたが、その後も日本軍の支配下で中性式不やりの製造が継続され、満州国軍や南京国民政府、公共軍等に譲渡された。また、第二次世界大戦終結後の国境内戦でも、国民革命軍と中国高農高軍の双方で主力小銃として使用され、朝鮮戦争においても少なくない数が、 中国人民志願軍に配備された。1940年4月、軍は、カル98キロをさらに単重心とした、G40 キロという新型小銃の試作命令を出した。その重心長は490ミ、mm、リメートル、全長は995ミ、mm、リメートルであったが、少数が試作、試験されるに止まった。カル98キロの蚊に戦時生産型で、対戦末期に、 中高齢者や少年によって編成された国民突撃隊の装備として作られた国民突撃銃のうちの一つである。ナチス島行政側の要請で武器を確保するためにカル98キロを生産していた工場から在庫部品を民間へと下げ、そこで製作された。そのため、生産ラインや工場により様々なタイプが存在し、 従来のカル98キロと同じように5発の断層を持つものと単発式のもの、拳銃式のサイトから本来のサイトなどかなりの差異が見られたという。合計7 9 2ト、mm、ル全長1 0 3 1ト、mm、ル重心長5 2 8ト、mm、ル重量3 1 3ラム所速 秒速731メートル2009年現在、モーゼル社は民間が向けに、グ9 8カル98キロアクションを忠実に再現した、狩猟用ライフル、モーゼル M98 ライフルを販売しており、日本国内でもライフル銃として、所持をすることが可能となっている。また、中国の中国北方工業工師は、カル98キロを模した、狩猟用ライフルを、 JW-25A の製品名で製造している。ただし、カル98キロよりも全長が100ミリメートルほど短く、伴って重心長も70ミリメートルほど短くなっている。また、使用弾薬は低威力な 22LR 弾であり、相談にはクリップではなく5発装填の箱型マガジンを用いる。ありがとうございます。